顔文字。顔文字は文などの文字の中で表情などを持った顔のように見える文字を使用することで表情の意味を絵文字のように表す表現である。フェイスマークとも言う。文字や記号を組み合わせて表情を表現したものと記号ではなく絵として単独で表現された絵文字がある。文字や記号を組み合わせて複数の行で表現されたものは アスキーアートと区別して扱われる。パソコンやメール、インターネット掲示板、チャットなどにおいては、文の前後や中で用いられる。しかし、相手がその顔文字をどう受け取るかによって、時には大きな誤解が生じる可能性もある。複数の文字で表現される顔文字の場合、欧米やそれ以外のラテン文字あるいはそれ以外の文字を使用している言語では横倒しにした。 顔文字をのような形式で、日本語や東アジアの文字コードの使用権などでは、正一の顔文字をのような形式で使用することが主流となっている。表情を一つの文字で表現した絵文字が使われることもあり、携帯電話の普及とともに一般的に使用されるようになった。2チャンネルでは、漫画やアニメ、実在の人物の写真などを模した大型絵を、 顔文字経営とすることもある。詳しくは、顔文字版を参照。1857年4月のナショナルテラグラフック、レビューアッパーイターズガイドは、ウォールス符号のナンバー73を使って、ラブキス、後により、形式的な敬語の意味になったを表すことを記事に、した。1908年のダッチ、S マニュアルはナンバー88を、ラブキスの意味とした。 ゴジョダートグリーンは、伝報略号は、LOL のような現代の略号より、簡素だったと述べている。ニューヨークタイムズが掲載した、ブライアン・ベネラスによって発見された、エイブラハム・リンカーンによって1862年に書かれたスピーチの写しは、を含んでいた。これは、顔文字なのか語色なのか、適切な句読点の表現なのかが議論されている。 また、19世紀のタイプライタ雑誌にも、という顔文字が発見されており、コンピュータ以前のタイプライタ時代にまで遡ることができる。活字の顔文字は1881年のアメリカの風刺雑誌に掲載されている。1912年、アンブローズ・ビアスは、苦闘店の改良霊賞、または、高笑いの記号を提唱した。これは笑っている口を表現している。 顔文字は1940年代の SF のファンダムにおいてすでに現れている。1963年にフリーランスのアーティストのハーベイボールによってデザインされ大ヒットしたスマイリーフェイスは後の多く顔文字に潜在的な影響を与えた。1969年4月のニューヨークタイムズのインタビューでウラジービルナボコフは私はよくスマイルを表す。 活字記号があれば良いと思う丸括弧を下側に向けたようなマークのものだと持ている。また、現在と異なる方法ではあるが、1972年頃にプラトー4プログラムで顔文字は日常的に使用されていた。このシステム上では複数の文字を重ねて表示することができたため、いくつかの文字を組み合わせて様々な顔文字が用いられていた。このように、 顔文字の起源にはいくつもの段階があるが、顔文字、笑いと怒りを発明したのは IBM 社のスコット・ファールマン、スコット・フォルマンであるとされている。1982年9月19日11時44分にスコットが顔文字の使用を提案したメッセージが当時のバックアップテープから掘り起こされている。現在日本で主流となっている繊維型は独自に作成された。 最古のものとしては、日本時間の1986年6月20日午前0時28分に、パソコン通信の一つである、アスキーネットにおいて、障害者関連掲示板のシグオペ、管理人である、若林康氏によるという顔文字の投稿が現在、確認されている。1997年、スマイリン社の最高経営責任者 CEO、ニコラル・ルフラーには、 モバイルテクノロジーにおけるアスキーエモティコンの使用の増加に気づいた。そこでデジタル環境でさらにインタラクティブに使用できる要強化するために既存のアスキーエモティコンに対応するカラフルなアイコンを作る意図を持ってアニメ化したスマイリーフェスで実験を始めた。これによりルフラーにはオンラインエモティコン辞書を編纂。エモティコンを定番、ムード表現、旗、お祝い。 楽しみ、スポーツ、天気、動物、食べ物、国、職業、惑星、えと、赤ちゃんに分類。これらのデザインは1997年に米国著作権局に登録され、これらのアイコンは1998年に GIF ファイルでウェブに公開された。これはテクノロジー上で最初に使用されたグラフィックエモティコンである。2000年に ルフラーニによって作成された顔文字ディレクトリは1000個のスマイリーグラフィックエモティコンとそのアスキーバージョンで編纂される smileydictionary.com 経由でインターネット上から携帯電話にダウンロードできるようになったこのディレクトリと同じものは2002年にマラブーからディーコスマイリーズとして出版された2001年スマイリー社は ノキア、モトローラ、サムスン、SFR、ボーダフォン、スカイテレメディアを含む様々な通信会社の多様な携帯電話の携帯ダウンロードにルフラーニのグラフックエモティコンを使用する権利の使用許諾を開始した。スコットが顔文字を提案したのはある人が冗談のつもりで書いたことを他の人が本気にして受け取ってしまうということがあったためである。その後、 文章だけでは伝えられない感情を表現するために、様々な顔文字が生まれた。顔文字と同様の目的を持つものに、かっこ笑い、泣き、ド、バグなどの表現がある。日本では、アスキーの文字以外に半角化なも使用できた。また、全角の記号を含めた2倍と文字を用いた表現が可能なため、その文がお文字のバリエーションも豊富である。 ただし、環境次第では見ることができない場合もある。欧米型の顔文字はエモーティコン、またはスマイリーと呼ばれる。エモーティコンというのは、エモーション、感情とアイコンとのカバン語。90度半時計回りに倒した形。つまり左が上、右が下となっている顔文字が一般的である。鼻に当たる部分は省略される場合もある。なお、これらは、 メッセンジャーなどのクライアントやウェブフォーラムのソフトウェアで自動的に画像へと変換される場合がある。なお、は、ベでレスペア社が商標登録している。環境やフォントによっては、バックスラッシュの半角英文字が円、オンとして表示される可能性がある。日本とアメリカの顔文字の違いの一つは、日本の顔文字は主に目の形を持って、 感情を表現するのに対して、アメリカの顔文字は主に口の形を持って、感情表現をすることである。北海道大学の社会心理学者、結城正輝は、この違いが、日本人とアメリカ人の実際の表情表出ルールの違い、及びそれと対応した、表情近くのルールの違いと対応している、可能性を指摘している。日米で行った実験では、他者の感情を、 表情から判断するとき、日本人は他者の目の形を、アメリカ人は口の形を主な手がかりとすることを実証している。2000年代末頃から表現が多彩、顔を横に傾けなくても意味がわかるという理由で、英語圏でも日本型の顔文字がよく使われるようになってきている。中国型の顔文字は日本型に似ているもの、欧米型に似ているもの、 中国特有のものがある。もともと3種類の顔文字がその他の記号ブロックに収録されていたが2010年のユニコードバージョン6.0で顔文字ブロックが新設された。またユニコードバージョン8.0で追加されたブロックに追加の顔文字が収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。